はい、ここまで編みました。はい、おはようございます、セノンです。今日も昨日の続きやっていきます。昨日このワッフルクロッシェ、ポーチというかクラッチバッグ作ろうと思って編み始めまして、目標はこの A4 クリアファイルサイズ。ちょっとね、編みやっぱり編んでると微妙にサイズが異なってきちゃうので、これは編み上がったらアイロンで形を整えるとして、もうちょっとですね、今ここまで、もうちょっとあとこのぐらいなので、ちょっと編んでいきます。早速いいよ、はい、編んでいきます。はい、しばらく編みまして、で、だいたい A4 ファイルの大きさになってきました。で、もうちょっとあと 2,3 段、キラキラ入れないで、一番最初ここキラキラ入れないで編んであるので、これと同じようにキラキラ入れないでもう2段ぐらい編んで、で、何もしない長編みを1段編んで、細編み1段編んで本体の完成としたいと思います。どこまで編んだ？よいしょ。もうこれ結局ここまで編むのにさっきから30分以上かかりましたね、やっぱり。よいしょ。なので今日は本当1日作業を、子供たちが学校に行っているのこれ幸いと、1日作業でバッグを完成させたいと思います。よいしょ。なんかそんながっちり、なんだろう、外に持ち歩くっていう感じのバッグではないと思いますよ。だから留め金というか、バッグの口部分もそんながっちり締まるような作りにはしなくて、ボタンかな、ビーズかなんかで何箇所か止まればいいかな状態にしたいと思っております。一応ね、頭の中ではイメージはできているので、どれだけ自分の頭の中のイメージに現実を近づけるかっていうことを考えちょりますよ。でよし、これで本体が完成したかな。じゃあちょっと糸の始末してアイロンかけてきますね。はい、はい、糸の始末をしてアイロンがけしてきました。で、これから本格的にバッグの形作りをしようと思うんですけど、まずこのワッフル生地、こっち表、こっちが裏にすると、中表、表を内側にして折って、でなおかつちょっとこの一番端っこの細編みと長編み、ここら辺をこうちょっと折って、ちょうどこうワッフルのこの柄、ワッフルの柄の一番上のポコッと線、横線がちょうど頂点に来るように折って、で反対側も同じように
ポッとするところが頂点に来るように折って、でですね、この横を留めていきたいなと思ってます。よいしょ。で、ちょっと待ち針かな、ちょっと毛糸用の待ち針持ってきますね。はい、よいしょ。毛糸用の待ち針、先がすごいとんがってないのであまり刺さない。で、これでちょっと位置を確定していこうかな。かな。そう、こっから先本当に想像上の考え方でいきます。で、今ここ止めたので、ここの横を別の糸で、新しい糸を用意して、引き抜き編みじゃなくて、細編みかな。ちょっと横に余裕があった方がいいかもしれない。で、こんな感じかな。でですね、これ裏返してポーチの完成になってくるんですけど、ここに留めたいんですよね。こうボタン、ビーズ、このビーズかな、こう2つとか3つとかこういう状態で留めたいので、ちょっとこの留めるためのループをつけたいので、片方このどっちかな、ちょっと引き抜き編みで何個あるんだ、9、11、12、13、ループ作った方がいいのかな。で、ここで鎖編み4目ぐらいかな、はい、これかな、これが入らない、4目じゃダメじゃん、1、2、3、4、5、6ぐらいですね、6目ぐらい、よいしょ。ループがね、3つできまして、で、あとこっち側を閉じていきたいなと。
リリ。直近。で、あとは糸始末すればいいんですけど、さあドキドキのひっくり返し。繰り返しし入賞こんな感じで優勝で入る、うん、野望がありまして伸びることを祈ってます。入れてしまってギュギュギュ、ちょっと無理無理感がありますが、ふむふむ、ちょっとここを押さえたいな。そうするとなんか強制的にいい感じになった気がする。で中はクリアファイルなので完全防水、すごい。で針がある気がする。であとはここにここの場所に対応したところにビーズを縫い付けていきたいと思います。こんなちょっとペコペコしてますが、まあだいたい予想通りな展開になりましたね。うー、間に合ったか、大丈夫かな。あとちょっとこの中のこのペコペコさんをここら辺をちょっと押さえたいので考えよう、どうしたらいいかな。意外とでも張りがあるからいいかもしれない。はい、まあとりあえずできたっつうことで、できた。あとはもうちょっとしたらちょっとどっかここのペコペコしてるところを改良するかもしれないですけど、はい、とりあえず、パックの完成、クラッチバックの完成です。あー間に合った。はい、頑張ったよ。じゃあとりあえずこれで懇親会シリーズ終了になるのかな、うん、じゃあ心置きなく懇親会行ってきますということで、また明日また違うことに挑戦していきたいかなと思っております。それではまた明日、じゃあ。